今日は新田氏の関係のものを片っ端から選んで出しております。特に、えー、徳川とかゆらとか、この辺はかなり自称っぽい感じですね。<laughs> 新田氏の家系ですが、今回なります。これの難点は絵が描けないと。<laughs> いうことで、上から、えー、源義江の孫の日泰を知り時に、にえー、日泰を乗っていると。里見、山名、徳川というあたりが出ているということですね。それから畠山も、えー、まあ、吉兼の娘の雷陽姫と畠山沈みの、これはあの、最初は足、あの、足利義泉なんですが、えぇ、ー、雷陽姫と結婚たと思われたのが岩松時兼。後にこの、え岩松時兼や雷陽姫と議絶して、 畠山重忠の未亡人もしくは娘と結婚して畠山を乗っているとふ言われてますけども、どうも偽絶に関しては疑問があると。その子孫、義房、正義、正氏、元氏、申氏ときで義佐だと。それから大立父が出ています。その田氏の初発ですけども、まず源義国なんですけども、えー、1091年から1155年で義江の三男ですね。 源義家の後継者、まあえー、長兄吉宗とか、義家の、えー、長男の義宗が、まあ、創生したこと、次家の、えー、義親があの講和の、えー、反乱を起こして、平野盛宗い討伐されるという事件を起こ,し起こしましたんで、後継者の可能性もあったんですが、源義国も散々乱暴労関をしたせいで、敗着というか、えー、義家の後継者から外れていって、 結局、義忠が後継だったんですが、義忠も、えー、殺されちゃって、結局、義一家の、えー、息子の、えー、源頼義が後継者になるということになります。まあ、そうやって、えー、川内源にも衰えていくということになりますけども、この義国は当然、東北の方に、えー、勢力を腐食したんですが、北地の国をめぐって、源義満との戦いに敗れて、結局、その源義満の子孫は佐竹となっていきます。 吉光の子孫は人たちと貝の両国に力を持っていきますが源の吉国は光月下付に勢力を付属していきますまあ例えば、えー、これは源の義家から、えー、石関家領の光月の国、えー、八幡の省を引き継いで、えー、います現在の高崎市とかその辺の方ですね新越国境を含むああのあたりで、えー、交通の要所です それを引き継いでさらに下野の国の足利の父を安楽寿院寮の足利の将としそれを嫡男の吉安に与えています下野の国の柳田を伊勢神宮柳田三厨屋としていますしかしまあ,あの京都にいた時には徳大実吉屋根良と喧嘩して砂屋、えー、敷を焼き払うなど、えー、晩年にたっても乱暴というか、えー、乱暴漏石を繰り返したようでなかなか吉国さんも大変だったようです 長子である日田義重ですけども、彼はあの父親から光津家の国の江鳩の章の地位を、昇華の地を継承しています。さらに光津家の国の新田軍というのは光津家の国の南部の方なんですが、その新田軍を再開発して、混合新飲料の新田章になっています。安楽寿飲料も混合新飲料も両方とまあ飛ば法絡みの 本所であって、その後は八条飲料に、えー、両方とも組み込まれていきます。安楽寿飲料、あるいは混合新飲料、えーまあ、八条飲料に編、えー、入されていますけども、えー、その新田の書、これはあの、この新田号を継ぐのが基本的にあの浅間山の噴火です。あのその、えー、だいぶ前の、それによって荒廃していたのを、この新田義重が、えー、再開発したというふうに言われています。神津の国の南部から下津の国だけで勢力を捕拭してくる、この えー、足利義、えー、日田義日これはあの、えー、武蔵の国の源義方、えー、これは源頼義の、えー、次男ですね、えー、源義,な義方あるいは武蔵の国の西部の日からを持つ秩父市あるいは下野の国の足利付近に勢力を張る、えー、藤原氏足利氏と対立、えー、していますで、えーそれ。それの対抗上 相模の国の源義も吉平富士と連携し、えー、まあ吉平は武蔵の国で義方と戦っています。義重は秩父、足利合戦で秩父市、あるいは東西足利市に勝利して、北関東を制圧しています。内戸練から十五位の下、大井之助に任官し、北関東を抑えているという、そういう地震からか、頼朝の挙兵には、 すぐには大勢ず、結局、えぇ、ー、実感しています。さらに、頼朝がこの、えー、吉重の娘で、吉平の異亡人を即室に、えー、差し出せ言うたんだが、それを拒否したために余計に頼朝の不況を買ったという話があって、時期的には政子が、 亀の前、騒動を起こした、翌年の話やったんで、あの、ヨ重もさすがに怖かったという話がありますけども、まあ、ア鏡乗ってますので、どん程度あれかわかりませんが、そういうような話が残ってます。基本的に、吉重さんはあまり、あの、鎌倉に出てこずに、国境の方に、えー、引き込むって息子の吉金カネを、えーまあ、出資させてたみたいですけども、そのためか、 足利にに比べてて非常にいろいろ遅れているとただ、えー、足利義康と千代って長生きするた,ために源氏の長老として敬意を受けていたことも伺えていて例えば義重が死んだ、えー、直後に、えー、20日後に、えー、源頼家が早速まりをしようとした時に政子から元気の長老が死んだ20日後にまりをするというのはいかがなものかと、えー、叱責されているというそういう、えー、あれもあります。 鎌倉に代の日田氏ということでまあ基本的に鎌倉時代の日田氏っつうのはあんまりよろしくない、えー、そういう関係になってます吉金さんは1139年に生誕兄に里見義人氏がいます日田吉金もまあスタートにおいては出足、えー、天皇中宮の高下門院藤原の将子に成功、えー、に仕えて高下門院黒王道なるなど、まあ、割合スタート自体は悪くなかったんですけども親父が 頼朝に仕えるのが遅れたということで、えー、彼も、義、えーまあ、金も同様に遅れて仕えており、義重がその後、えー、姿を消した関係上、義、えー、金があの頼朝にすばつかく仕えてます、御家人として。で、えー、頼朝の状況に、えー、同伴しています。雷陽姫、義金の娘ですけれども、彼女は足利義金の子の足利義臣と婚姻して、岩松時勘の寺を、えー、設けています。 が重忠の,、まあの未亡人という話もありますけど、年齢から考えると、まあ、どう考えても重忠の娘やっぱり重忠の,の未亡人は難しくて、重、え、忠、ー、娘、北条の血を引く重忠の娘と婚姻して、畠山の名跡を継いでるという方が正しいだろうと。ただ、議絶されるということに関しては、まあ、そういっぱい言われてますけども、実際に祖父に行っちゃうと、岩松市の所領に。 畠山市に由来の狩猟があることなどから考えて、どんなもんだろうということ、それからこの,あの畠山し美さんが畠山を完全についているか言うたら、これはもうまた微妙なところがあって、えー、息子の靖国,靖国が畠山。 重忠の娘もしくは未亡人から母親から継いでいるんだって良純に畠山の土地が継がれてるか言うたらこれも問題があると。基本的にはまああの当時のあれから見てあのその畠山の所領軍はおそらく畠山重忠未亡人もしくは娘に引き継がれてその子供に引き継がれたのが正しいんであって妻から旦那に夫にこの所領は引き渡されるということは基本的にはないと。 ええー、こな,な,なります。この岩松市通のは、まあ、あの、後に、これ、新田市。あまあ、あの、鎌倉時代は足利の一門。団形で言うと足利と繋がってますから、こちらで見るように。えー、段形ではあ、明らかに足利と繋がってます。従って、鎌倉時代、室町時代を通じて、えー、まあ、岩松通のは、足利一門として、まあ、偶像されていると。新田正義。 ですけども彼の時にいろいろと問題はですね父義房が早死にしたために祖父義金あるいは祖母新田の尼の、えー、貢献を受けてますこの新田尼のあ出自は不明ですけども、えー、彼女は自分の娘の方の孫である外村である岩松時金らに多くの種類を継承させてい,い,いったために、えー、新田本宗家の所領というのは非常に減っていくということがあります。 で、えーまあ、足利義氏の娘と婚姻し、足利氏の非業家に入っていくと。ただ彼はやらかしちゃったんですね。1242年、大番役中に、えー、無断任官未遂を起こしています。これだけでも非常にやばいんですが、自由出家、えー、を起こして、所領を一部没収、これ、あの本来なら、所領を全部没収されても文句は言えないレベルなんですけども、おそらくは足利義氏の、学府で足利義氏。 えー、もしくは、えー、義兄の足利や数字の、えー、取りなしがあって一部没収で済んだんでしょうがもちろん日田総領式は、えー、剥奪されていますそし剥奪された総領式は、えー、セラダ・ヨシセと、えー、ヨマツとい関連によって残っています、えー、結局、えー、日田氏の没落と足利氏の、えー、被告会へ入っていくということになります 新田正氏ですけども、1208年生誕で1271年ぼあ没とえ。足利義氏か安氏の返金を受けて元服していて、その、これ以降、正氏以降、この見たらわかりますけども、吉房正義時だったら正氏、元氏ともうと、三代目だって氏が繋がっています。で、これ以降、氏を通じています。新田正氏がにとって運がいい、新田氏が割合運がいいのは、 この世良ヨリウジの2月騒動への連座によって新田、えー、家の総領に復帰しているという点が非常に、まあ、あのうまく、えー、いった点ですね。で、世良ヨリウジは2月騒動に連座して彼、は佐藤に流されちゃったんですね。でそこで死んでしまったと。まあ、よくあるのは、この2月騒動に連座して没落するというのがよくあって、世、ま、良、あ、ヨリウジの場合はそれで没落しちゃったわけですけども、 まあこの新田家の場合は、この2月騒動でうまく逃げることができたということが言えます。で、正氏の後、元氏、これは法事合戦で活躍という話ですけど、どう考えても法事河川1241年、元氏が生まれるはるか前ですね。これは正氏の実績が入っているんじゃないかと言われています。えー、新田友氏、名前は氏光智智ともというて、あんまりこの、えー、存在はもう、 緩くくななっていてよく分かんないいよかとこの鎌倉市の新田市に関して一つ言われているのは新田市は源氏の着流の一つ要するに新田源氏足利源氏という着流の一つなのかそれとも足利市の所流なのかいつから足利市に従属していったのかこの辺の議論がまあ,あります近年ではこの足利市の一門として鎌倉末期には少なくとも 完全に足利市の所流として存在していると。で、これ、いつから足利市に従属していたのかというと、正義、正義、正,正氏、この辺りからなのか、それとも、もうそもそも最初から新田市というのは、義重の代から足利義康の、まあ、一門というか、足利義康の下駄伝達つ形で作られているのか、この辺はまは議論が分かれるところでありますが、 基本的には、この頃には正義以降に、正義以降、この正氏、元氏、友氏、この新田氏2位のこの代には、完全に足利氏の庇後下に入っていた、そういう家だったというふうにまあ言われております。ということで、まず第一段階、鎌倉時代の新田氏についての話で、いった話を切りたいと思います。新田がね。はい 源氏の着流か足利氏の主流かって、これ、新田義成の時って、かなり初めの方ですよね。初めの方ですね。ここから足利氏に従属していたという説もあるんですかみたいです。あの南北朝武将列伝ではもう、それって、もともと、まあ、近年出されてる説なんですけども、まあそういうふうな見方があってありますね。ということでこれ、新田義成。 の地位がそう高くななかったとということなんですかそうですね、結局、まあ、義国のこの足利の将を引き継いでるのは、吉安がまあ、吉安が嫡男だったというふうに見られてますねあ。なるほど、吉国から足利の方が本流で、義、うん、重の、日田義重の方がこれが防流なんやという、そういう考え方なんですか。そうですね だから吉重が、あのあま、吉賀家の下流に立ってるのは、吉重がチョンボやったからというだけじゃなくて、もともと足利に対して若干しただという見方ですかね新田の方がほうが、筋るったしかと思ってまうたそういうふうに見られがちみたいですけど、どうもこの新田と足利の関係を見てると、最初から新田吉重と足利をしやすなには差がある。 やっぱり処刑と嫡男という感じで見るべきだろうと。足利の方が嫡男で、うん。吉重が諸品。見みたいですね。年上なんでしょう、吉重の方が。が上です。でも、所長子だからということですか。そうです。ああ、なるほど。はい、分かりました。吉重の娘が吉平と 結婚しとんですねこれはそうです。ということは、これ、義重は義朝、義平のこのグループに近かって、あ、そうか、だから、あ、そうか、頼朝が挙兵した時に、行くべきなのに行かなかった。これ、言っておけば、ものすごく近い、ね。そうですね。 もともと吉安もよ吉安も吉重も吉友と関係深かったんだから行きゃもうちょっと新竹も扱い良かったんですよねでそれを吉重が行かなかったわけですね結婚チャンスを見逃しちゃったうん。うん、まあ志田義弘とかと同じで自分も北関東に結構力を持ってるしと 義安さんはもうすでに亡くなってましたんでね。これは恥じて、その頃はまだ若い義金がついでたんで、足利の方は、もうさっと言っちゃったんですね。やべえと。<laughs> これはかけるしかないと。で、義金はその後、頼朝が鎌倉を抑えた後は、北条時政の娘と結婚して、源頼朝との、頼朝の、まあ、一門として非常にええ地を身につけたと。 この頃になんか、吉金って新田にも足利にもいましたよねそうなんですよ、同じちょうど同じ代に、2代目が2人とも吉金でややこしい。あの時に、足利吉金の方が、ちょっと困ってたんですよね、困ってたというか、年が下で。まあ,あ,あの親父おれお、おやじおらへんし、お死んでますからね、新田家の、新田吉金さんの方は、親父が元気やし。 で足利義兼の方は、これはもう頼朝にくっつくしかないわということで、うん、割と早くから頼朝にかけたのが良かったと。そうですねでそこで、ますます差が開いたんですね、足利に、うん、まあ多分最初は小さな差だったのがどんどんどん開いていったという感じですかね。あの最初から 日田はしかがの一門であるという見方をこう固定的にしちゃうと、このどん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 ん差が開いていくという、明らかに正氏以降大きな段落がある。それが、それをちょっと軽視するのもどうかなという気がしてるんですけどね。白井義弘さんの場合は、この人はあの吉方系の方でしたよね。うん、人間関係から言うと、吉方の同母弟でしたよね。うん、彼は。この人は、まあ、よりともに。 北もはそれは分かるとして、義仲のほうに行くのはそれはしゃあないとして、義重の方はね、義朝義,義平とお付き合いがあったのに、うん、もう俺はあの十分だと思っちゃったんでしょうかね。後から見れば、絶好のど真ん中のためだったんですね、これが。そうですね、うん。それを見逃したと。まあ一種の博打ですからね、頼朝にかけるのは。 私がもし義重やっても見逃したかもしれないなと思っ頼,頼朝が挙兵したあの瞬間に頼朝にかけなあかんかったんですね。賭けたと。かけたと。で頼朝が天下を取ってからのこのこ言っても遅い <laughs> 現状維持を重んずれば 爆打を爆地する気がなければ、多分私も、吉重さんになるんで,すよで,でしょうね、これ。私はどっちかというと、たあの爆地しないタイプだから、吉重さんになっちゃいそう。じゃあ、そこで大きな差が開いたという説と、そこではわずかな差で、でもその後、うん、頼朝や北条にうまいことくっついた吉足利の差が、じわじわ開いていったと。うん、やっぱり、まあ、じわじわ開いていくんでしょうけども、まあ、その最初から、 あの吉重と吉安が同格ではなかったということは、まあ、あのいうけ見解でしょうね。うん、この新田家が最初から足利の問題立つのは。初めから同格というわけではなかったと。やっぱり日田義辻のイメージが強くて、うん、日田義辻の時にあに足利尊氏と対抗する。 そういう、えーまあ、存在として、日田義貞が出てくるんで、なんとなく新田と足利っつうのはこう対抗関係にあったように捉えられてたけども、対抗関係なかったんだろうじゃないのという裏話だと思うんですけれども。囲気ょっと読んだだけですけど、新田吉貞よりは、足利高氏の盆、戦場でしたかそ、うん、っちの方が人気があったと、<laughs> ついていくなら高氏だ、という高氏の子供だという。 なことがウィーキにも書いてありましたね書いてありますね、うん、まあそれはもう <laughs> あっちこっちのあの南北朝時代の小説でもね <laughs> 大体書いてあるあ日田次郎日田康田でも山岡総八の新太平家でも、うん、吉川英治の資本太平家でも書いてある <laughs> あともう一つあのどこかで祖母が土地を分ける時の話が出てきましたねはいあのこの ニッターマさんが岩松の方に渡しちったってですね。これはどういうことなんですか。えっとこういうことです。あのこの岩松と喜金さんって言いますよね。この吉金の妻であるニッターナーマさん、えー、この吉房と来陽姫をまあ産むわけですが、吉房さん廃人しちゃって、で正義がまあ都合わけですが、そそれを分けるときにこのニッターマさんは その岩松時兼に、大尊の時岩松時兼に、新田の将のほとんどを引き渡しちゃうんですね。娘の孫の方にやっちゃったということですかやっちゃったということです。息子の孫の方じゃなくて。そう。まあ、畠山静水から偽絶されて、かわいそうつながったのかもしれないが、あのまあ、実際に偽絶されたらしいんだけども、偽絶されてたら、畠山の書式の一部が、岩松家には来えへんやろうということで。 ただ、岩松にがっさり渡しちゃって、正義の家はほとんど残れなかったと言われています。正義に問題があったんですかそれもわからないですね。新、まあ、田浜が多分、ライオ姫はものすごく可愛がってたつのがあるんでしょうね。そうすると、吉定になったときには、もう新田家の財産というのは。減っちゃってるわけです、相当。というか、新田家の財産は岩松に入っちゃってるわけですね。<ゅ>そもそもの財産の。 あの多数が山津に行っちゃったんです。しさんも苦しいですね、もらった城が少ないとね、そう本来の財産が、外に行っちゃったのだなで、さらに正義がやらかして、新田町のもともとあった門も没収されて、まあだから結局、新田さんのもと残ってたんで、実は、正義以降、一生懸命、こつこつと築き上げてきた財産軍らしいですね、あれ。 吉重以来のこの財産はほとんど岩松のかに行ったり正義の時に抜かれてしまったり。吉沢さんってそういう苦労してるやんやものすごく苦労してますね。あの <laughs> さらにこれ一応ざっくりと書いてあるんで実際に細かい家がくロ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 ,ロ,ロいっぱい出てきててそういったものにまた分けていかんならなんというんで新田本総家はかなり先細り状態になってます。 さ経済的には恵まれてなかったと。うん、なかったんですね。それを、まあうん、吉田だと、なかなか頑張り,頑張りましたもん、本日実は。